元ヤクザ弁護士、元ヤクザの経歴を持っている弁護士さんがですね、ついに誕生してしまったんですね。総理大臣も輩出したことのあるお坊ちゃん学校だって書いてあるんですけど、この先生予備校時代に遊びまくって不良仲間もいっぱいできてる、暴力団関係者とまで交流が始まるというですね、まあ、こともあろうか予備校からどんどんぐれていって、さらにすごいのはですね、元ヤクザというだけじゃなくて、この人一応はですね、覚醒剤の前科あるんですね。もし地球ね、地球が滅亡する、今日が地球最後の日ですよって言われたら、何がやりたいですかって聞かれたら、覚醒剤ですと即答しますって言ってます。弁護士の金崎です。今日はですね、大変面白い弁護士さんを紹介、この動画でお話ししたいと思います。ここにですね、一冊の本があるんですけれどもですね、これすごいんですよ。これ元ヤクザ弁護士、元ヤクザの経歴を持っている弁護士さんがですね、まあ、ついに誕生してしまったんですね。まあ、これ帯のところに見ますとですね、ヤクザのバッジを外して弁護士バッジをつけましたと。今回この本私全部読んでですね、この本の内容をですね、詳しくまあ、説明をすることはちょっと残念ながらできないというか、それをしてしまうとですね、本の売れ行きに影響するかもしれませんから、詳しく知りたい人はですね、まあ、この本を買ってですね、読んでいただきたいというふうに思いますけれどもですね、この本を読んでですね、いくつか私が印象に残ったエピソードをここで紹介したいと思うんですが、この先生ね、諸橋さんと言うんですけども、諸橋弁護士さんですね、実はですね、福島県の県トップの有名進学校をですね、卒業してるんですね。そこを卒業してですね、現役で大学受験に失敗してですね、浪人生活に入るんですが、予備校生の時にですね、暴力団員と交流ができるんですよ。本読んでますとですね、予備校時代にですね、まともに勉強してないですね。ある意味ですね、よくこんな生活していたなっていう驚くんですね。で、結局一浪しても大学受験に失敗してですね、で、二浪して私立の大学、本の中にはですね、大学名を捨てたって、使用時にあるですね、元総理大臣も輩出したことのあるお坊ちゃん学校だって書いてあるんですけど、まあ、そこまで行ったらどこの大学か誰でもわかるじゃないかっていうね、ちょっと調べれば。まあそこの大学もね、まあ上を言えばキリがないですけども、偏差値の低いですね、F ランの大学ということではありません。のでところがですね、この先生予備校時代に遊びまくってですね、不良仲間もいっぱいできてる、挙句の果ては暴力団関係者とまで交流が始まるというですね、予備校時代ですよ。それでですね、中堅どころの私立大学ではあるんですが、合格してるっていうのがすごいですよね。そうしますとですね、この人は勉強で挫折した姿が見えないんですね。県トップの高校でも入るだけですごいじゃないですか。私の高校時代を考えるとですね、雲の上の人ですよ。入れるだけですごいのに、その高校の中でもトップクラス、まあ、10倍以内にはいつも入ってたっていうんですね、すごい優秀な人なんですよね。でこういう人がですね、なんで予備校時代にですね、勉強しないでですよ、その悪い友達ばっか作って、挙句の果てはヤクザ関係の人とですね、交流が始まる、そんな生活になってしまったのかっていうところはね、そう、どうしてもね、本読んでても私分かんなかったんですよ。で逆にね、もともと優等生ですから、どっかで更生しようと思ってですね、一年発起して勉強始めれば、まあ、司法試験に受かって弁護士になるってそんなにね、意外じゃないですね。この人のこの経歴見る限りだと、もともと司法試験に受かってもおかしくないような頭のある人っていうことはですね、高校進学の段階でですね、非常に今優等生っていうことが分かりますからね。おそらく同級生に東大行った連中とか、まあ、早稲田慶応あたりに入った友達って同級生にいるんじゃないかと思いますね。おそらく弁護士になった友人もいるんじゃないかと思います。ところがですね、その人がですね、まあ、こともあろうか予備校からどんどんぐれていって落ちていくんですね。さらにすごいのはですね、元ヤクザというだけじゃなくて、サブ中になるんですよ。この人一応はですね、覚醒剤の前科あるんですね。執行猶予はついてるんで、刑務所には行ってないんですが、一応こう覚醒剤の前科ですね。懲役1年6ヶ月、これは執行猶予3年、これ初犯の覚醒剤事案の、まあ、相場の判決なんですが、その後その1年復帰して勉強してですね、まあ、7年越しで司法試験に受かって弁護士になるというストーリーなんですけどね。シャブっていうのはですね、覚醒剤を始めてから初犯で捕まるまでですね、5年あるいは5年以上かかる人っていうのは結構珍しくないんです。ところがですね、2回目ですぐ捕まるんですよ。なんでかっていうと、警察を含めた捜査機関の経験則として、薬物というのはですね、再犯率が非常に高いんですね。なんで1回捕まるとですね、もうマークされます。なんで、せっかく執行猶予がついて出てきたのに、執行猶予が満了する前に、まだその覚醒剤に手を出して捕まって、執行猶予も取り消されて刑務所。こんなんね、ザラにあるんですよ。ところがですね、この人の場合ですね、執行猶予がついて出てきてから勉強始めますね。これ捕まってないんですね。その時にマークされて、ちょっと職務質問も受けてるはずなのに、覚醒剤捕まってないっていうことはですね、覚醒剤の再犯をやってない。で、
本を読んでてですね、えっと思ったのですね、もし地球ね、地球が滅亡する、今日が地球最後の日ですよって言われたら、この一日どうやって過ごしますか、何がやりたいですかと聞かれたら、覚醒剤ですと即答しますって言ってます。そのぐらい今でもですね、覚醒剤っていうものに対して、まあ、そういうのと格闘しながらですね頑張っておられるんです。素晴らしいですよ。なかなかね、なかなか難しいことですね。ある意味ですね、いつ覚醒剤の道に踏み込んでもおかしくないような状態でいながらですね、それとこう戦いながらですね頑張ってるということなんです。はい、私もこの先生ですね、ぜひ応援したいと思います。まあ、今後は覚醒剤で手を出してですね、捕まってですね、弁護士バッジを失うということがないように、ぜひ頑張っていただきたいと思います。興味のある方はですね、これぜひ買ってですね読まれたらよろしいんじゃないかというふうに思います。人生は何とかなりますね、頑張りましょう。はい、私からは以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。